本日は朝から会 YouTube チャンネルのクルーでもあり、ブレイキングダウンにも出場した斉藤健太氏が、同じくブレイキングダウン出場者である宮里香織氏とめでたく結婚しましたので、そちらについてまとめていきます。宮里香織氏は2023年2月ブレイキングダウン7に初出場を果たすと、その後斉藤健太氏へアプローチを行い、両者は交際へと発展しておりました。そんな宮里香織氏と斉藤健太氏は岐阜県と東京都の遠距離恋愛を行うも、今年1月には宮里香織氏が上京し、斉藤健太氏との同棲生活がスタートしておりました。そんな同棲生活もつかの間、今年4月18日宮里香織氏は自身の YouTube チャンネル内にて、久々の動画になりました。動画を出せなかった理由は、斉藤さんと喧嘩をしまくって動画どころじゃなくなってやみまくっていました。うちらは喧嘩をすると毎回このまま付き合うか別れてしまうかっていうところまで行くのね。冷めだとか嫌いになったとかは一度もないんだけど、将来のことで喧嘩になりましたね。2週間連続で喧嘩をして、3日間くらいは口を聞かなかったですなどと語っており、同棲生活が始まった矢先、将来についてのことで喧嘩になっていたことを明かしておりました。そんな中、この動画投稿から約4ヶ月後、ほのぼの会チャンネルにて斉藤健太氏は、カメラマンである大森氏からの、斉藤くん結婚しないの？との質問に対し、結婚しますよ、プロポーズもしましたなどと語り、この発言に対して大森氏からの、え、初めて聞いたな、会には話した？との質問に対し、どうだっけな、したっけな、などとコメントを残し、斉藤健太氏らしくほのぼのとした雰囲気でおめでたいお話を行っております。このめでたすぎる両者の結婚に対して、ファンの中では、え、さ、斉藤くんおめでとう、さらっと言ってるけど大切なことだよ、斉藤くん結婚おめでとうございます、末永くお幸せに、斉藤くんおめでとう、奥さん会社でいじめにあったって動画で聞いてたからずっと心配していました、斉藤くんというご家族が一緒にいるなら安心です、彼女を守って素敵な家系を築いてください、斉藤くんがとうとうチャンネル初期から見続けていた目からするとやっぱり感動します、など斉藤健太氏と宮里香織氏の結婚に対して祝福するコメントが多く寄せられております。お二人の結婚に対して皆様で祝福しましょう。斉藤くん宮里さん、ご結婚おめでとうございます、末永くお幸せに。本日もご視聴ありがとうございました。